はい、始まりました、ナゴファーム。今回はコンバインの納車です。それでは下ろしていきたいと思います。かなりでかいですね。それでは周りを回っていきたいと思います。見にくいですが、上にはマフラーがあります。マフラーの写真を貼っておきます。5畳の101馬力のコンバインとなっております。それでは乗っていきたいと思います。それでは室内を見ていきたいと思います。まずここには仮高さやオートリフトがあります。左側に行きますと HST レバーなどがあります。後ろのリモコンはオーガのリモコンです。椅子の硬さをダイヤルで調整できる機能もあります。オペレーターから見た目線ではこんな感じです。横はこんな感じ。それではエンジンをかけていきたいと思います。しっかりとニュートラルに入っていることを確認します。次にキーを回します。1回1回目でジャパーンと出てきます。このモニターが出たらエンジンをかけても大丈夫です。かけると音は結構大きめです。振動も結構かなりします。デバイザーを上げていきたいと思います。上がるとこんな感じです。下ろします。
スイッチでウインカー、反対側で左ウインカーになってます。左ウインカーはあそこです。外からライトの様子を見てみたいと思います。ライトはこんな感じです。室内に戻ってみたいと思います。バックカメラの画質は、そこまで良くない感じです。エアコンは 1,2,3,4,5,6 個です。かなり振動は激しめです。これでエアコンが、風が出ます。で、温度調整ですね。こちらは Bluetooth 対応オーディオです。まあ正直に言ってトラクターにつけてほしいですよね。そんな感じです、内装は。それではエンジンを切っていきたいと思います。これメーターめっちゃかっこよくないですか。じゃあ切ります。今から脱穀機の周りとチェーン周りのカバーを外してみたいと思います。このカバーが思ったよりも重いんですよね。今からスピードチェーンを開けてみたいと思います。まずこのレバーを上げます。次にこれを上げます。こちらのレバーを切ります。その時に注意しないといけないのはこちらのチェーンを上げてください。これで開くことができました。スピードチェーンの内側を見ていきたいです。このスペースが広く取られていて整備なども楽かと思います。今からエンジンを見ていきたいです。あの奥にテカテカ黒く塗装されているのがエンジンです。こんな感じです。溶動板を見ていきたいと思います。この中は全てステンで作られています。こちらの溶接もすごく頑丈ですね。奥を見ていきたいと思います。最後に先ほど開けたカバーなどを全てつけていきたいと思います。これはですね、なかなかはまらなくてとても苦労しました。後ろは簡単にはめることができました。今から駆動系を見ていきたいと思います。
サイド側はこんな感じです。下から見るとこんな感じ。次に後ろ側を見ていきたいと思います。足回りの車高を動かしてみたいと思います。かなり傾きますね。今から車庫に入れていきたいと思います。迫ってくる様子が戦車みたいですね。倉庫が狭いのでとっても入れにくそうです。ぶつからないように慎重に。ライトがついてるとかっこいいですよね。最後は無事に入れることができました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、拡散の方をよろしくお願いします。